夜9時を過ぎると、赤い服を着た女の子が廊下から追いかけてくるよ。地下室にある骸骨は、昔交通事故で死んだ人の骨なんだって。テケテケのお化けってさ、一人で体育館に入った人いなかった。夜12時、学校のプールのシャワー室から血が吹き出すんだって。夜12時にね、ベートーベンの絵が抜け出して、エリーゼのためにを弾くんだって。今は使われていない旧校舎、先生と6人の生徒が閉じ込められた時、恐怖の一夜が始まった。なんか一人多い気がして。みんないるのか？変なのどんどん増えてるんだ。なんだよ。噂が本当になりました。学校の階段、君の学校は大丈夫か？